1対1でストリートで戦った場合、格闘技経験者だと有利だと思いますが、格闘技がいろいろある中でも最も有効なのは柔術でしょうか。いや、そうとも思わないね。ストリートだったら多分一番有効なのは、体がめちゃくちゃでかくて重くて柔道が強いと思うね。うん、絶対強いと思う。柔道家で本当にオリンピック金メダル取れるぐらいのレベルで、服着てて、まあ、掴める状態になってる。まあ、突っ裸じゃない限り掴める。そんな状況だと、柔術よりも強い可能性あるかな。そうだね。多分強いと思う。柔術より柔道の方が。まあ、でもサイズ次第じゃないかなと思うね。柔術でも、まあまあ、体格次第では勝負できるのかなと思うね。打撃がめっちゃうまい190センチ級の黒人選手とかで柔術がっちりやってるとかだったら、柔道家とかを近寄らせずに、倒すことができるかもしれないし、上に意識生かしてテイクダウンして寝技で決める可能性もゼロじゃないから、まあ、どんな技術を用いても、個体の能力がいかなるものかっていうことにかかってくるんじゃないですか、正直。例えば、まあ、ボクシングやってる人とかでももしかしたら勝つ可能性あるし、マイク・タイソンみたいなやついて、前世紀の、ボディでも何でもどこでも一発当たったらもう絶望的な気分になるようなパンチ打ってくるようなやつとか強いかもしれないし、極真空手とかも強いと思います、正直、ストリートだと。まず打撃がほぼほぼ効かないっていう時点で、顔面は効くと思いますけど、顔面のカバーさえしちゃえば、まあ体とか下半身に対する攻撃ほとんど効かないし、痛いってことにめちゃくちゃ強いんで、体の痛みをあんまりこう頭部だけガードできれば、極真の人はすごい強いと思いますけどね。痛みに強い人ってのはまあ強いですよ、喧嘩になったらね。ラガーマンとかもまあ強いと思いますし、タックルしてガチョーンって言ってもう壁まで叩きつけるとかしだしたら、ラガーマンのフォワードの子とかも強いかもしれないね。吹っ飛ばされちゃうし。レスリングも強いと思いますよ。レスリングの重量級の人とかもめちゃくちゃ強いと思うよ、多分。やっぱ身体能力がすごいんだよね、レスリングの人。ただ打撃に対応ができない可能性があるからな。まあ、どれもどれだわな。一長一短ありますけど。でも、でけえ柔道選手はマジで厄介だと思いますよ。太くてでかくて筋力の強い柔道選手。だからもうリネールとか来たらもうマジ死を覚悟した方がいいと思いますよ。あんなのに本当掴まれたらもう終了ですからね。何もできず終了する可能性ありますよ、本当に。ビタンビタン投げ続けられて。ね。気をつけて。でもストリートでやらないで、そもそも。そもそもストリートやめて。